茨城 T 栃木500万県民に同時生放送イッツ北カーン。こんにちは、7月10日日曜日午後1時茨城放送のスタジオ上空は真っ青な空が広がっておりますね。痛いですね、これだけの日差しになりますと。これは正午の気温ですが、水戸では34度という気温が出ておりますが、皆さんのところはもっと高いというところもあるでしょうし、木陰は比較的涼しいという声もあるかもしれませんが、おはようございます、茨城放送カバラのりおです。いつ北館、今週からはしばらくの間はそれぞれがそれぞれの道を歩むということで、栃木県内では、高校野球の実況中継をお聞きいただいているというところでありますがね、茨城放送機の皆さんには、高校野球の得点経過は随時交えながら、このいつ北館を粛々とこの後午後4時まで進めていこうかなと、こう思うわけでございます。この後は1時10分頃から高校野球情報はお伝えいたしますので、もう少々お待ちくださいまし。でこの暑さですよね、暑い時に暑いっていう話をするのは、まあなんとなくこのラジオで喋ってる人間にとりましてはですね、なんか最初からこう保険を使っているようなそんな感じになるわけでして、なんかもっと違う話ねえのかよと思ってしまうんですけれども、まあでもね、今ラジオ聞いてる方どういうところでお聞きでしょうかね。エアコンをガンガンに効かせた車の中、エアコンを効かせた家の中っていう人はどうですかね。もしかしたら家の中にいる人は今日はさすがにエアコン使えますか、いくら節電だなんだとは言っても扇風機を回しながらね、風に当たりながら聞いているというそういう環境にありますでしょうか。確かにね、30度を超えて昨日よりも高い気温かなと思うんですがね、アメダス上はね、気象協会の観測上は昨日よりは高いんです。水戸は34度というのはね、大悟が35度2分まで上がってますから。だけどなんだろう、風があるの、今日は空気がそんなに温まってないの、それとも感覚がおかしくなってきたの、答えは3番かもしれませんがね、なんかね、日陰にいるとやり過ごせる気がするんですよね、今日はなんとかできそうだっていうそんな気にさせられてしまうんですが、はい、まあ梅雨も明けたということで、7月の本格的な夏がやってきたわけでありますがね、どうですか体調大丈夫ですか皆さん、ね、本当に食欲がないというそんな方もいらっしゃるんではないでしょうか。そんなわけで今日ちょっととっととメッセージテーマを発表したいと思います。今日のメッセージテーマはマイグルメ、人はどうか知らないけれど私が好きなこの一品、この夏一気に暑くなりまして食欲がないなという時には私はいつもこういうものを食べていますとか、こうやって食べるのは私だけでしょうかというものも中にはありますでしょうかね。納豆に大根おろしというのはありやなしやという これね、結構その、まあ、別にそれ食欲がない時っていうわけではないですけれどもね、そういう時に限らず割と子供の頃からよく食べていたんですが、大根おろしを納豆に入れる、まあ、逆もありますが、だから大根おろしの水が出るわけですよね、あれもそのまま捨てずに、本来は少し捨てた方がいいらしいんですけども、捨てないんですね。だから水っぽい納豆っていう話にもなりますから、まあ糸も少しこう洗われたような状態になりますけれども、そんな感じで割と子供の頃から大根おろしに納豆を入れて食べるというのはやっていたんですかね。皆さんのところはいかがですかね。まあ納豆の食べ方って結構人それぞれいろいろありましてね、お砂糖を入れるなんていう話もあったり、ネギを入れる、海苔を入れる、醤油を入れる、醤油入れるのは当たり前か、などなどいろいろとあるかもしれませんが、まあ、そんな今無性に食べたいものやちょっと変わってるかもしれないけども自分が大好きなこういう食べ方好きなんだよなっていうね、そういったものをありましたらぜひお寄せいただきたいと思います。今日はいつ北館チームのお昼ご飯はそうめんでして、やっぱこう暑い時にですね、この番組は
第1回から聞いていただいている皆さんには、時々この話をしておりますので、薄々気づいていると思いますけれども、いつ北館チームは順番で、その日のお昼を準備するというね、お弁当を買ってくるとか、まあ、いろいろとあるんですけれども、まあ、たまにですね、なんか変わったものが食べたいなっていう、毎回毎回スーパーやコンビニあるいはお弁当屋さんのお弁当ばかりともなりますとね、どうしてもこうバリエーションが限られてくるということで、たまにはなんか変わったものを食べようっていうような、そういう雰囲気に、このいつ来たかも2年目に突入いたしますとなってまいりました。今日はそうめんっていうことになったんですがね、来週はカレーにするというふうにうちのディレクターが言っておりますので、来週はとっても美味しい手作りカレーが来るんではないかという、ぜひ来週のオープニングもお楽しみにいただきたいと思います。聞いてる人には全然関係ないんですが、そうめんといえば流しそうめんね、最近は流行らないかしら、流しそうめんは。そういえばあんまりやってるところってあんまり聞かないんですが、茨城県内ありますかね、流しそうめんね。まあ、要するにそうめんが流れてくる、もうそのものズバリですがね、何の説明にもなりませんが、あれを家でやってみようという話が蒲原家ではかつてありましてね、どうするか、雨どいに流すっていう話になりまして、わざわざ買ってくるわけですよ、雨どいを。そのために、そりゃそうですよね、普段屋根についてる雨どいはもう汚くてしょうがないわけですから、いや別にだからじゃあ買ってきた雨どいが、そういうものに適してるかどうかっていう、またそれは気分の問題になるかもしれませんがね、とりあえず買ってきたばかりだから、そうめんに使ってもいいだろうということになりましてね、やるわけですよ、ね、でこう雨どいをちょっとこう斜めにして、上からこうホースで水を流して、で上から行きますなんて言いながらそうめんを流してくれてきて、それを食べるっていうね、これは定期的にちゃんとこう交換してあげないとですね、いつまでたっても流す人は流す役っていうことになってしまうんですがね、で、まあ、そんなことをこうちでやっているこの一家もどうなんだろうって感じがしますけどね。で、初めてそんなしょうもないことをやった時にですね、そうやって流すのはいいんだけれども、流した先のことを考えていなかったっていうね、流れてって雨どいの下にこうザルの一つでも置いときゃよかったようなものをですね、何も置いてなかったわけですね。誰もこう取れなかったっていうことがありましたね。でそれでみんなが目で追うわけですよ、それを。でみんなが目で追っていった、その後で、あ、雨どいの先に何も置いてなかったって思った時には、もうすでにこのそうめんの玉が地面に落っこってしまっているという、そんな夏の出来事があったななんていうことをしみじみと思い出してしまいますがね、そんな流しそうめん情報もありましたら、ここでやってるよという話がありましたら、まあ、参考になるかどうかわかりませんけれども、ちょっと送っていただきたいと思います。今日はメッセージテーマは、人はどうか知らないけれど私が好きなこの一品マイグルメ。メールアドレスは it@ibs-radio.com、 it@ibs-radio.com、 ファックスは水戸 02924-4100、 02924-4100番でお待ちしております。今日は茨城放送のみのアイム北館でお届けする3時間でありますけれども、1時台、高校野球情報はですね、この後1時10分頃からお送りいたします。北館ザウィーク今週のベスト10、1時台のコーナーはそのままでお送りいたします。2時台は切手のない贈り物をお送りした後で、2時5分過ぎから高校野球情報です。そして2時台は今日は、メッセージとそして、曲中心でお届けしてまいります。日大の高校野球情報、2時5分と2時45分頃からの2回放送いたします。そして3時台、今日はスタジオにゲストの方をお迎えいたします。高森彩香さんという中学生の方なんですが、津軽三味線でなんと日本一になったという高森彩香さんなんですね。この方にお話を伺いつつ、そして生演奏も披露していただこうということでありますので、3時台、お届けしてまいりましょう。3時台の高校野球情報は3時15分頃からと3時45分頃からの2回放送いたします。
今日は茨城放送から茨城放送のみで、そして、ラジコでお届けしてまいります。アイム北館、栃木県内でお聞きの方もいらっしゃいましたらぜひメッセージお寄せください。今週のメッセージテーマ、人はどうか知らないけれど私が好きなこの一品、栃木県ならではの何か夏の食べ物がありましたらそちらも合わせてメール it@ibs-radio.com ファックス水戸 029-244-4100 029-244-4100 番でお待ちしております。